標法二点一流メモリアルは、フランスローヌ県グレゼにある、宮本武蔵や日仏交流誌、特に、リヨンと日本の交流誌などを記念する記念石碑である。平成11年年3月4日、大原に所在する標法二点一流が来られた時、クルエーズの道場は、宮本武蔵道場と名乗り、ヤニックバロ氏が保証人となりました。二点一流を受け継ぐとされる剣術や、 合気道の道場を構える。2014年に兵法二天一流メモリアルと解消した。兵法二天一流メモリアルでは世間にほとんど知られていない以下のような人物を記念している。兵法二天一流メモリアルの記念碑オーギュスト・ギノンはジャルニューコミューンの重要人物である。1817年にリエルグで生まれ。 リヨン近くの3本の化学工場の経営で財を成した。1869年にジャルニューに村役場、学校、教会などの公共の建物を寄贈した。既存の工場で製造されるピクリン酸は強力な爆発性を持つことから火薬に使用され、日本にも輸出され、特に日露戦争で使用された。ピクリン酸は染料でもあり、絹産業の発展にも貢献した。 標本2.1流メモリアルには、疑問の知人で、自身も、科学産業の工場を経営し、コニーの市長でもあった、ルシアンピカールの記念版も設置されている。エミール・ギメは1876年に来日し、京都府知事、牧村正直や、元在長崎フランス領事で、京都府津学校校長であったレオン・デュリートであった。ギメは、京都府津学校で学ぶ。 日本人学生をリオンに招聘し、後にリオン総領事となる山田忠清ら2名が選ばれ、マルティニエール学校にて絹産業などの先進技術を学んだ。彼らは1919 19年に日本を訪れたリオン大学の学生たちと面会している。山田忠清は1885年在リオン、日本領事館の領事となり、後の妻マルグリットと知り合う。 1897年に二人の間にキクが生まれた。菊はエドガーキクは、江戸川ネという理性で普通教育を受け、フランス文学を学んだ後、東京の精神女子学院を卒業した。フランスに戻ると、ソルボンヌ大学で歴史と芸術を学び、文筆家として活躍した。キクの最初の小説、マ子』や、自伝的小説、神月は、幾度も再販されている。 1996年6月、リヨンで開催された G7 サミットに際して、リヨンで日本文化事業が行われた。また、1997年4月から1998年3月には、フランスにおける日本年が行われ、パリ日本文化会館がオープンした。ルイ・ミシャレは、リヨン日本クラブ会長として、ボジョレーとリヨン地方における日仏交流事業に貢献した。 晩年には、リオン日本クラブの関連資料を、標二2.1流メモリアルに寄贈した。ありがとうございます。